こんにちは。幸せ家族養成コンサルタントの日向洋一です。私は94年から延べ1000人の方々のコミュニケーションをコーチングしてきました。私の専門分野は家族関係の改善です。ご夫婦の関係、親子の関係、そのコミュニケーションのスキルについて、セミナーで講演をし、メールマガジン、さまざまな場所で記事を書かせていただいています。私は幸せな家族の土台というのは仲のいい幸せな夫婦にあると考えています。お子さんを愛し育てることはとても大切なことですが、そのためにも夫婦が仲良く愛し合っていることが不可欠だと考えています。私は、最新の心理学をベースにした情報をご提供することによって、幸せなご夫婦、また親子になるお手伝いをさせていただいています。また私自身、夫として父親としての経験を、多くの成功や失敗を通して学んだことを皆さんと、分かち合わせていただいています。今回は仲良し夫婦5つのスキルということで、夫婦関係を素晴らしくするためのセミナーを皆さんにお伝えしたいと思います。今回は最初ですので、このセミナーの大きな流れをご説明します。このセミナーは私がこのような形で皆さんにレクチャーするという形を取らせていただきます。そしてこのレクチャーの最後にですね、皆さんにエクササイズという形で質問に答えていただく時間も取りたいと思います。ビデオ全体の長さは10分から15分を予定しています。私を信頼してくださって、とても大切な時間をこの動画セミナーにお付き合いいただきますので、私の持てる全ての精一杯の情報をご提供し、お役に立ちたいと願っています。それでは実際にセミナーの内容に入っていきたいと思います。今回は3つのことをお話しします。1つ目は夫婦の愛情のタンクというお話をします。2つ目はハネムーン効果は2年で終わる。3つ目は愛の5つの言語というお話をしたいと思います。それではまず1つ目です。夫婦の愛情のタンクというお話をします。私たち一人一人の心の中には、相手から大切にされたい、愛されたいという思いがあります。それは誰もが持っている必要であって、それはちょうど車のガソリンのタンクのようなものだと例えることができます。その愛情のタンクというのはですね、どのようにして満たされるかというと、小さな一つ一つの親切や思いやりによって愛情のタンクというのは満たされていくものなんですね。そしてその逆にですね、期待を裏切られたり、がっかりさせられたり、傷つけられたりすると、その愛情のタンクの中身というのは減っていってしまうわけです。夫婦が仲良くいられるか、喜んで一緒にいられるかどうかというのは、お互いのタンクが満たされているかどうかということにかかってくるわけです。車の、ガソリンがですね、ちょっとしか、タンクに入っていなければ、車をちょっとしか進むことができません。逆に、満タンに満たされていれば、その車はどんどん遠くまで行くことができるわけですね。それと同じように、夫婦の愛情のタンク、相手から愛されているという確信のタンクがいっぱいに満たされていれば、その夫婦の関係というのは、まあ、いろんなことを一緒に進んでいくことが、いろんなところへ行くことができる。いろんな人生の経験を共にしていくことができるということになります。そしてこの愛情のタンクに関しては、男性の方が女性よりどちらかというと鈍感です。
これは一般的なお話なんですが、よくですね、突然奥さんが泣き出したりとかですね、突然奥さんが機嫌が悪くなったりっていうことがあります。で、それは奥さんたちの心のその愛情のタンクが満たされてない状態で、旦那さんはそれに気づかないっていうことがよくあるわけなんですね。ですから我々男性は特に、奥さんの愛情のタンクが満たされているのかどうかということを、注意しておく必要があります。で、第一のポイントは、私たちはみんな、愛情のタンクを持っていて、夫婦の関係では、それが非常に重要だということをお話ししました。それでは2番目のポイントです。ハネムーン効果は、2年で終わるというお話をしたいと思います。私たちは結婚してから、大体2年程度、これは調査で分かっていることなんですが、何の努力もしなくても、お互いに仲良く、楽しく暮らすことができています。で、これはどういうことかというとですね、恋に落ちるという言葉があるかと思うんですが、その恋に落ちた状態というのが、大体結婚してから2年程度続くということなんですね。具体的に言うと、相手が、自分の理想通りの相手に見えるわけです。完璧な奥さん、完璧な旦那さんのように感じるわけです。よく、恋は盲目であるとか、アバタもエクボという言葉がありますが、まさにこの時期は、そのような言葉で、描写することが可能です。で、ただですね、完璧な人間というのはいませんので、だんだん相手がですね、自分の理想通りの相手ではない、完璧な相手ではないということに、気がつき始める。現実に気がつき始めるわけです。で、その時にですね、3つの選択肢があります。1つ目は、この人と結婚してしまったんだからしょうがないと。諦めモード、我慢モードになっていくということです。2つ目は、別の場所で他の人を自分の理想の相手として求め続ける。そして3番目、これが私がお勧めするオプションですが、相手のありのままを受け入れて、そこから相手を愛する努力を始めるということです。そのハネムーン効果で気持ちがこう盛り上がっている時というのは、非常に楽しく大切な時ではあるんですが、その実際にその気持ちが盛り上がりが落ち着いて、相手の本当の姿が見始めた時、その時から私たちは本当の夫婦になるということが言えるんではないでしょうか。ですから、もし皆さんが相手が自分の理想通りの相手じゃなかったということを感じながら毎日生きているとしたら、それはノーマルなことだということを分かっていただきたいなと思います。大切なのは、そこからどうするか。それが大切なことになります。あなたはどのような態度をその時選ぶでしょうか。2番目のポイントは、ハネムーン効果。気持ちの盛り上がりは2年で終わる。そこから本当の夫婦の関係が始まるということをお話ししました。それでは3つ目のポイントです。愛の言語は5つあるということをお話ししたいと思います。これはチャップマン博士という方が提唱している理論なんですが、人間にはですね、大きく分けて5つの愛情表現があるということなんですね。で、その5つは一つ一つが言語のようなものであって、ある人には1つの愛情表現が通じるし、また別の人にはその愛情表現は通じずに、別の愛情表現ではないと気持ちが伝わらないということなんですね。今私が日本語でお話ししているように、これをもし私が例えばスペイン語でお話ししたら、多くの方、日本人の方にはその意味が通じないわけです。同じように、その愛の言語、その相手に伝わる言葉で、相手に伝わる愛情表現方法で AI を伝えないと、意味がなくなってしまうということなんですね。
だから自分がやってもらって嬉しいことを相手にしてあげれば相手も喜ぶだろうと思って一生懸命愛情表現をしているのに、それが通じないということがあるわけです。愛の5つの言語は次の5つです。1番目は言葉による愛情表現、2番目は時間を一緒に過ごすことによる愛情表現、3つ目は奉仕、相手のために何かしてあげることによる愛情表現、4つ目はスキンシップ、肌を触れ合うことによる愛情表現、5つ目はプレゼント、物質的に物を相手にあげることによる愛情表現です。私たち一人一人は誰でも愛の第一言語を持っています。その方法で、その言葉で愛情表現されると私たちの心に響く、私たちの愛情のタンクがいっぱいになっていく、そのような愛情表現の方法があるわけです。ですから私たちの奥さん、旦那さんたちの心を満たして、その愛情のタンクがいっぱいになるためには、相手が理解できる愛の言語で愛情表現をする必要があるということです。ですから今回のセミナーでは、この愛の5つの言語ということを一つ一つ詳しく見ていくことによって、あなたが奥さんを幸せにする、旦那さんを幸せにすることができるように、必要な情報をご提供したいと思います。今回は3つのポイントからお話をしました。夫婦の愛情のタンク、人の心には愛情のタンクがあって、それが満たされているときに人は幸福感を感じ、それが空っぽになっているときに不幸に感じるということをお話しました。2番目のポイントは、ハネムーン効果は2年で終わる。気持ちの盛り上がり、相手が完璧に見えるときというのはやがて過ぎ去って、そこから本当の夫婦の関係が始まるということをお話ししました。3番目は愛の5つの言語。人にはそれぞれ愛情を感じる愛情表現があって、それらは言語のようなものだ。その相手に伝わる言語を通して、相手に伝わる愛情表現をすることで相手の愛情のタンクを満たすことができるということをお話ししました。それでは最後に皆さんに質問、エクササイズをしていただきたいと思います。一つ目の質問です。今回セミナーの内容を聞かれて、あなたにとって新しい気づきは何だったでしょうか。愛情のタンク、ハネムーン効果は2年、そして愛の5つの言語ということでお話ししましたが、その中で、あ、自分にとってこれは新しい知識だな、これは覚えておきたいなと思ったこと、気づきがあったら、それをこの画面の下の方にありますコメント欄に記入してみてください。そして2つ目はですね、今回の内容に関して、これはちょっとどうなんだろうとか、これに関してもうちょっと詳しく聞いてみたいという質問がありましたら、2つ目はその質問を記入していただければと思います。学ばれたことを実際に文字にすることによって、自分の言葉で書き記すことによって、実際の知識となり、ご自身の中にその知識が長くとどまることができますので、ご自身の学びのために、ご自身の学んだことを活用していただくためにご記入いただければと思います。もう一つはですね、私はこの情報というのは結婚している全ての方に知っていただいて、皆さんに仲のいい幸せな夫婦になっていただきたいなということを願っています。皆さんがツイッターやフェイスブックのタイムラインでシェアしていただくことによって、分かち合っていただくことによって、皆さんのお友達やお知り合いにもこの情報を知っていただきたいと願っています。コメントや質問には全て私が個人的に目を通させていただいて、質問に関しては全て私の方で同じようにコメント欄で回答させていただきますので、よろしくお願いします。それではですね、このビデオが終わりましたら、時間をぜひ取っていただいて、 Facebook、Twitter のコメント欄に記入してみてください。
次回、明日の動画講座ですが、愛の5つの言語に関して具体例を挙げてご説明したいと思います。具体的にですね、私の家族の一人一人の愛の第一言語の例を挙げて、さらに愛の5つの言語のコンセプトですね、それが理解できるようにしたいと思います。それではまた明日動画セミナーの中でお会いしましょう。お付き合いくださってありがとうございました。